あるんですけどね、目より先に手が超えることはないってね、今時のあの呪術廻戦のやつ使っていますけども、良し悪しを見抜く目を養わなければ作品を生み出す手の成長は望めないってね、これすごく重要なんですよ。さっき手の感覚鍛えろとか体のとかって言ってますけど、もちろんそれもめっちゃ大事なんですよ。ただあとはその患者さんの動作をとにかく繰り返し見たり、僕も誰かのね、療法士のやり方をすごく真似する癖をやったりとか、ね、